おほほ、こりないバカ弟子ではないか。久しぶりだの。これは東洋の剣術の練習器具で、体のバランスをとる良い練習になる。誰にも知られたくない秘密練習なので、地下でやってもらう。おまけに足の裏のツボを刺激して健康に良いときておる。おかげでここのところ寝つきが良くなって安眠が続いとるわ。ぬぬはははは。お前もほとほと懲りておらんようだ。だからお前はアホなのだ。知らんの。そんなに知りたかったらわしともう一回剣の勝負だ。あれからどれだけ腕を上げたか見てやる。少しは腕を上げたようだな。ほれ、わしに数回勝っただけで全てを得ようなど甘いわ。あまりに甘くて水飴を吐いてしまいそうだ。わしはここには二度と来ん。再び放浪の旅に出る。天地をもって我が心とすれば至るところに安楽ある。次に流れ着く場所を探し当ててわしに勝てたら少しは考え直してもよいぞ。ん？ではさらばだ。
水盆に帰らず